パパパパーどうも、上白と申します。てなわけで今日なんですけど、やってきちゃいました、スターバックスさんのこちら。これめちゃめちゃ美味しいで、僕の中で噂になってるんで、今日こちらと秋の新作お芋とかなんとか取り揃えてきたんで、朝からスターバックスパーティー、略してスタパ、始めたいと思います。いや、もう外も暑くて、ついに長袖解禁。あ、僕冬場のセーターとかカーディガンすごい好きなんで、早くね冬になってほしかったんですよ。じゃあフラペチーノ寿命短いんで、さっさと準備したいと思います。見て、皆さんご覧遊ばせ、もみじとかさ、芋とかかわいい。これで折り紙がしたい。てん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 、あーエンジョイ。これかわいいね。せっかくだから写真撮ったろ。イエー、流行るぜ。今いただきます。じゃあ皆様、早速ではございますが、この焼き芋フラペティーノいきたいと思います。あ、焼き芋ブリュレなんだ。へえ、芋だね。プリンみたいに、そこになんかカラメルみたいのがあって、ちょっとプツプツしてますね。で、上にはフレークみたいなのかかってますね。鮭フレークみたいな。この上は何、このフレークみたいな落ち葉みたいなやつ。うん、サクサクプリプリ、ちょいサクなんだけど、これがブリュレってことなのかな。多分そうだよね。朝ごはんなんでね、まずこれからいきたいと思います。メキシカンアボカドラップサラダ。これ色が良くないですか、オレンジの布。うん、メキシカンって名前だけあって、メキシコを彷彿とさせるようなマメマメした感じと、アボカドのニュルッと感、レタスのシャキシャキ感、ツナみたいなの入ってるんだけど、ツナのザギザギ感みたいなの全て感じられてて、楽しいパーティー会場。僕初めてスタバ行った時に、あまりのおしゃれさにすんごいハマっちゃってて、一通り商品試しまくってたんだけど、スタバ入門したからにはこれ絶対食べなきゃなと思って買って食べたことがあったんだけど、当時高校生だったからさ、すごい食べ盛りだったの。これこの大きさの割に400円500円ぐらいしてて、マジでびっくりしたのは覚えてますね。この量でこの値段港区の OL さんが食べるような、そういうラップですわ。美味しいわ。今ので400円500円ってさ、バーガーキングだったらハンバーガーのセット買えちゃいますからね。すごいよね、その心意気、素敵。朝にちなんでこちら行きたいと思います。シフォンケーキ、スターバックスのシフォンケーキって高さが出てていいよね。いやー、スイートポテトなんだ。お芋だなとは思ったんですけど、すんごい優しいわ、シフォンだけに。高さもあってさ、分厚いから、うわ結構これヘビーなんじゃないみたいな思うんだけど、パクパクいけちゃうんだよね。芋感とかスイートポテトっぽさがあんまりないから、いやそんな得意じゃないんすよねみたいな人に、入門編としていいかもね。じゃあこれせっかく温めてもらったんで、こいつさっき食べちゃおう。パンプキン。僕スタバのフードの中でスコーンとワッフルとシナモンロールが一番好きなんだけど、これどうなんすかね。前食べたことあるかもしんないんだけど、定番のチョコスコーンが好きなのね。この黄色加減、秋です。すんごいいいやんか。スコーンに生まれてきてくれてありがとうって思っちゃう感じ。ワンちゃんでいうところのチワワとかトイプードルみたいな、そういう匂い。かぼちゃと芋のコラボレーション微笑ましい。そういえば昨日インスタグラムのアンケート機能みたいなの使って、秋のお味で芋栗かぼちゃみんなどれが好きだっけみたいなアンケートしたんだけど、見事に芋だね。芋が 61%、 栗かぼちゃがほぼ同じ、月見もほぼ同じ。やっぱ芋が好きなんだねみんな。うん、ミニマムかぼちゃも入ってます。かぼちゃのドライフルーツみたいな、ドライベジタブル。へえ、じゃあ秋と言ったらこちら、クッキークリームドーナツ。
このダルメシアンカラーがいいよね。失礼します。中にクリームみたいなのもいます。ポロポロ落ちまくってて楽しい。幸せでいいのかね。スタバって結構朝からやってたりするじゃないですか。こんな朝から幸せな気持ちになっちゃっていいのかね。今とても幸せ。その分今日は一日頑張れよっていうスターバックスからのエールなのかもしれませんよね。だからよし今日は頑張らなきゃっていう時は朝スタバパーティーやったらいいかもね。どうぞ。ずっと楽しみだったこれいきたいと思います。かぼちゃのバスクケーキだっけな。失礼します。ずしゃー。うわーお。僕バスクケーキのこの一番上のさ傾斜になってる感じがすごい好きなの。これなんて言うんですか、リーゼント。かぼちゃです。チーズ感はぐっと奥に潜んでて後の方にひょこって出てくる感じなんだけど、かぼちゃ、わーお、すごいね。これ食べてるとカボチャがマッシュされてる姿を想像しちゃうんだよね。これがこうなったんだねっていうような。デリシャス、おいしいでーす。芋カボチャって合うね。さっきのシフォンケーキの倍は重たい。このまた1個あたりの満足感が芋栗かぼちゃの良さだったりするもんね。知らんけど。じゃあこれいきたいと思います。わかりません、なんだか。失礼します。スイートポテトデニッシュ。生地とのバランスがいいね。上のスイートポテトはねっとりで、下デニッシュさっくりみたいな感じで、うん、ごちそうさまでした。というわけで朝からスターバックスパーティーマジで良かったです。特にあの新作の芋たち、皆さんも頑張りたいとき、スターバックスパーティーやってみてくださいませ。僕は今日も一日頑張ります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。今回のスターバックスパーティーで3000円ぐらいかかっちゃったんですけど、まあ元気出すためとはいえ、朝から3000円使うってなかなかだよね。その分頑張るしかねえや。またねー。